この CD は以下の順で流れます。2倍速の中国語、ナチュラルスピードの中国語、日本語訳、遅めの中国語、最後にもう一度ナチュラルスピードの中国語の順です。2倍速の音声はそのまま聞き流してください。リスニングにとても効果的です。2倍速の音声の後に流れるナチュラルスピードと遅めの音声はしっかり声に出してシャドーイングしてください。会話力が身につきます。それでは話し手になりきってシャドーイングしてください。ユニット12-1、基本表現。誰はどのくらい何々をする。你每天工作几个小时？你每天工作几个小时？你每天工作几个小时？あなたは毎日何時間仕事をしていますか？你每天工作几个小时？你每天工作几个小时？我每天工作八个小时。我每天工作八个小时。我每天工作八个小时。私は毎日8時間仕事をしています。我每天工作八个小时。我每天工作八个小时。你昨天看了几个小时电视？你昨天看了几个小时电视？你昨天看了几个小时电视？あなたは昨日何時間テレビを見ましたか？你昨天看了几个小时电视？你昨天看了几个小时电视？我昨天看了两个小时电视。我昨天看了两个小时电视。我昨天看了两个小时电视。私は昨日2時間テレビを見ました。我昨天看了两个小时电视。我昨天看了两个小时电视。你来日本几年了？你来日本几年了？你来日本几年了？あなたは日本に来て何年になりますか？你来日本几年了？你来日本几年了？我来日本三年了。我来日本三年了。我来日本三年了。私は日本に来て三年になります。我来日本三年了。我来日本三年了。我想休息两天。我想休息两天。我想休息两天。私は二日間休みたいです。我想休息两天。我想休息天。你在这等我一会儿。你在这等我一会儿。你在这等我一会儿。あなたはここで少し待っていてください。你等我一会儿。你在这等我一会儿。你每天工作几个小时？你每天工作几个小时？
我每天工作八个小时。我每天工作八个小时。你昨天看了几个小时电视？你昨天看了几个小时电视？我昨天看了两个小时电视。我昨天看了两个小时电视。你来日本几年了？你来日本几年了？我来日本三年了。我来日本三年了。我想休息两天。我想休息两天。你在这儿等我一会儿。你在这儿等我一会儿。